この作品はスティーブン・ソンドハイムの中でも最も若い人たちのために作った作品です。舞台は20年間の話で、最初登場人物はほとんど皆さん40代半ばから始まります。そしてだんだん戻っていって、最後には20代半ばになるという大変変わったスタイルではあるんですが、皆さんを見ながら自分の人生と重ね合わせて楽しんでいただければ面白いミュージカルになると思います。僕は本当に今回あのオーディションもさせていただいたし、すごい才能です。実を言うと、あの歌もそうだし、セリフを聞いてると、うわー、ソンドハイムの歌を、まあ、皆さんきっと苦しんで歌唱指導もして受けたんでしょうけども、もうわーっとどんどん歌ってくれるし、個性も出てくるし、稽古場で皆さんと存分に一緒に汗かきまみれながら最高の舞台を作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ハマさん、ありがとうございました。本当にミュージカルというものが初出演ということがあって、初めこのお話を伺った時は本当にびっくりしたっていうのが一番の印象でした。あのただあの歌もこのお芝居もやっぱ大好きっていうので、すごく自分にも合うんじゃないかなっていうのを思ってたんですけども、今回のこのメリリウィルのアロングっていうのがすごく難しい作品だというのを、どんどんあのベテランの柿澤君とかすごくみんなプレッシャーをどんどんかけてきて、不安が募るばかりで、プレッシャーかけてきます、プレッシャーかけてきます、やめてよ。まああのただね、年がみんなすごい近いわけもあって、すごくなんか打ち解けやすかったり、アモンさんもアモンさんですごくこうもう感情でこうみんなにこうぶつかってくださるんで、すごくいい雰囲気ですごく楽しい現場なので、本当になんかいい作品になるんじゃないかなと僕自身も思ってますので、本当皆さんに楽しんでもらえるようなものになるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。なぜここに来た